放課後は、ミステリーと共に、は、東川厚也による日本の推理小説。恋が、久保学園探偵部シリーズの番外編で、2011年に、ラジオドラマ化、2012年にテレビドラマ化され、2013年に、探偵部への挑戦状放課後は、ミステリーと共ににと題して、2巻が発売された。月刊 J ノベルにて不定期に掲載された。 月刊 J ノベルにて不定期に掲載された。NHKFM 放送、青春アドベンチャーにて2011年にラジオドラマ化された。また、2014年には続編となる放課後はミステリーと共に探偵部への挑戦状が制作された。2012年4月23日から6月25日まで新設された TBS のドラマネオ枠にて放送された。 作中随所に行た作品のパロディが組まれている。キャッチコピーは真実は9回裏までわからない。このことから野球に例えて前後編には完結のスタイルを表を裏とした。2012年10月3日に DVD ボックスが発売。私立語彙が久保学園警察その他生徒ゲスト。ありがとうございます。